大原ゆい子です。大原ゆい子のチルアウトラジオ始まりました。第57回目の放送です。ということで今日は12月25日みんな大好きなクリスマスです。みんな大好きって言ってね、クリスマス嫌いな人もいるかもしれませんが、なんか楽しい気持ちになりますよね、クリスマス。はい、いかがお過ごしでしょうか。今配信で23時から聞いてくださっている方は私と一緒にクリスマスを過ごしているということでいいですかね。きっとアーカイブで聞いてる方は楽しいクリスマスをお過ごしなんじゃないかなと思っております。まあね、楽しいことに越したことはないでしょう。ということでみんなクリスマス何しますか。まあ何しますってもうすぐ終わると思うんですけど、今聞くことじゃないんですが、何しておりましたかということで、私は、クリスマスツリーね、飾ってないんですよ。今年こそね買おうと思ったんです。で去年もね買おうと思ったんですけど買ってないですね。でリースとかも可愛いから欲しいなと思ってて見たりはしたんですけど結局買ってないですね。でイルミネーションだけしてます。部屋の中であの明かりをなんかねクリスマスみたいにしてますね。でも結構クリスマス前からやってたし多分冬中はやると思うのであんま別にクリスマス関係ないんですけど、なんとなくクリスマスの気分になれるような明かりをつけております。はい、で今これ撮ってる時まだクリスマスじゃないんで、まあ、暫定なんですけど買う予定もないのでね、うん、多分クリスマスツリーはないですね。そしてクリスマスに食べたいものといえばもうなんだろうね、クリスマスに食べたいものというかクリスマスにいつも食べてるものは絶対ケーキですね。ケーキは毎年欠かさず食べています。去年も買いましたし今年もね絶対買ってると思います。でも家族と一緒に住んでた時実家の時はねでっかいクリスマスケーキ食べれたんで次の日とかもね余ったら食べれたりしたんですけど、まあ、そういうわけにもいかずなのでまあ楽しめる量のクリスマスケーキを食べたいと思っております。そして明日私ライブなんですよ。今まあ今は違うんですけど25日の次の日26日がワンマンライブツアーの最終日なので食べたいものっていうよりも明日ライブだからあんまりライブに響かないものっていうことが結構優先で食べたいものを選びたいと思います。でもなんだろうな、でもね別に私チキンが食べたいかって言われたらもしかしたらそうじゃないかもしれないな。お寿司とかがいいな。うんね、お寿司だったらライブにも響かないしね、ヘルシーだからね。うん、お寿司食べたいです。とあとは、クリスマスプレゼント自分で何か買ったりしますかということなんですけど、常にクリスマスですね私結構。うん、わかんないですけど皆さんどうですか、クリスマスプレゼント自分に買いますかね。私はなんかねこじつけてあライブ頑張ったからあれ買おうとかね結構あったりしますね。うん、あでもどうだろう、クリスマスプレゼントっていうとちょっと特別高いものなのかね、ちょっと我慢しなきゃ買えないものみたいな感じだったらもしかしたら買ってないから必要なものしか買ってないしな基本。じゃあなんか25日までに、はい、何かゲットしたいですね。はい。ラッピングはでもすごく好きなのでクリスマスのラッピングとかしてもらおうかな。でも買い物ね行けるかな。はい、っていうのと、そうで去年クリスマスソングが作りたいと言っていましたが、大原さんのクリスマスソング楽しみにしていますと高木さんからいただいてるんですけど、そうですね、でもねそうクリスマスに聴けるからクリスマスソングとは思っていただかなくていいのかなと思ってまして、まあ、クリスマス以外にももしかしたらクリスマスソングって聴くタイミングがあったりするかもしれないじゃないですか。はい、ということでね皆さん、私がクリスマスソングをもし発表するタイミングがありましたらその日がクリスマスだと思ってもらえたらなと思います。
そして、25日以降は全国的にいつもより寒くなるとか、寒さ対策が必須みたいですね。そうなんだ。いやですね、年の瀬、年越しか、年越し寒いのはきついですよね。うん、でもまあ温かい飲み物が美味しくなるからいいけど、大原さんの寒さ対策は何ですかということで、私は、基本的に北海道が好きなんですけども、お家にいるときは絶対湯たんぽ、湯たんぽです。なのでもしまだクリスマスプレゼント自分に買ってないよって方がいたら、ぜひ私のおすすめはファシーの湯たんぽですのでぜひぜひ手に取ってみてください。はい、ということで、多分ね今日はねリハしてんのかな、25日の私。まあでもリハじゃなくてもね、絶対ライブの前の日あんまり出かけたりしないので、うん、お家にこもっていると思いますが、皆さんは楽しくまったりぜひいい夜を過ごしてください。今週も大原ゆい子のチルアウトラジオとともに、あなたと寝る前の時間を一緒にまったり過ごしましょう。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはゆいちる .radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。見てみてください。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合は、ハッシュタグすべてひらがなでゆいちるをつけてツイートしてください。それでは今日もまったりお聞きください。大原ゆい子のチルアウトラジオ。大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる。さてここからは大原ゆい子の近況をお話しするゆいとぴのコーナーなんですけども、今日のゆいとぴはですね、近況というよりも、今日がねおそらく2021年最後のラジオになりますので、今年を振り返ってみたいと思っております。2021年もいろいろありましたね。まあでもね、過ぎてしまうと何にも覚えてないのが人間というものなんですね。はい。でも、まあ1月、そう、頭はね本当に引きこもってましたし、まあ年末から初めて実家というかね、家族と過ごさない年始を過ごしまして、ちょっとね寂しかった記憶はあります。でも、まあ、こうやってオンラインが発達してきて、で初めてオンラインで親戚とね会うっていうね、なかなか未来的な正月を過ごせたので楽しかったなっていう記憶はあります。そしてまあ毎年ね勝負の年だって思って過ごしているので、今年は1月からもう無職転生が配信というかね、アニメがスタートだったので、本当にやっと2020年の思いがギュッと詰まった曲たちが皆さんの元に届いた1年だったんじゃないかなと私は思っています。で、まあ、1月はね旅人の歌とかオンリーをね聞いていただけたんじゃないかなっていう記憶がございます。やっと聞いてもらえたなっていう気持ちが大きいですね。そしてまあ1月はね結構ぬくぬくと過ごしまして、まあ、で出かけることもね結構コロナ禍でかなり少なくって、で2月にはまあでもどーもくんの、まあね、今ツイッター見てるんですけど、まあロケとか初めてねゆい散歩っていう企画で、まあ街ブラじゃないですけど、そういうロケを初めてさせていただいて、難しいんだなっていうふうに思いましたね。テレビで見てる分には、あ、街をブラブラするだけのお仕事だっていう、もしかしたらまあ思わないですけど、ちょっとなんかね見た目にはトークとかも街ブラだったら簡単なのかなとか思うんですけど、なかなかにね難しくて、ちょっとやっぱり緊張しましたね。うん、でも楽しい経験でした。まあみんなでどーもくんも引き続き、そして E テレで放送になったので見ていただける回数も増えたんじゃないかなと思っておりまして、はい、楽しく過ごしました。そして
これは何だろう、誕生日の、ああそうか、誕生日の日がなんかあれかな、そう、どーもくんのリハかなんかだったんだな。で、そう、誕生日も過ごし、あれ、ライブやりましたっけ、誕生日に。やってないですよね。もうなんかね、全然記憶がなくなっているな。まあ、2月もね、ぬくぬくと過ごしまして、で、3月は、なんかあったのかな。あ、そうそう、ライトノベルエキスポ2020年ということで、こちらは配信で、角川の、埼玉にあるところでイベントで無色転生の曲を初めて歌わせていただきましたね。ステージで配信で見てくださった方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、はい、とても楽しい時間でした。そして、3月は目覚めの歌を聴いてもらえたかなっていうのと、あとはなんだろうな、ハグロック、プチハグロックがあったのか。はい、プチハグロック懐かしい。まあ、そっか、これそうか、私2020年かと思ってた。プチハグロックがありまして、まあライブ久しぶりにやったなっていうのと、あとは、はい、なんかね、もうツイッターからの情報しか全然見てないんですけども、4月、あ、5月2日にお久しぶりやるライブということで、とても久しぶりのワンマンライブをやらせていただきました。そうか、これ5月か、結構中間だったみたいですけど、5月のことがもう去年のように感じるぐらい今年は濃かったな。はい、ということで、皆さんにね、久しぶりに会えてとっても嬉しいライブでございました。横浜ミントホールさんですね。懐かしい。お花もね、可愛いのいただいたりとか、本当に来てくださった皆様、足運んでくださってありがとうございます。打ち上げ配信もしましたね、そういえば。はい、で、あとはなんだろうな、まあでも本当、毎週ゆいちるがあったので皆さんとずっとつながっていたなっていう記憶はありますね。で、6月はノンフェスに出させていただきました。ね、日高のりこさん本当に好きで、本当に素敵な方でね、もう私も心がポッとほかほかなるようなイベントでしたね。はい、懐かしいな。客席で私の弾幕、懐かしい、あの弾幕を持って来てくださった方がいてね、ちょっとびっくりしましたね、客席が見えた時に。あれみたいな。はい、そんなこともあり、あとはまあなんかミントホールで対バンのライブさせていただいたりとか、7月ですね。そうですね、なんかあったかな。まあでも個人的には引っ越ししたこととかもあったりとか、あとはね、なんかね、だんだんこうズボラにねなってきてますね。仕事が忙しくなるに比例して、あの実家にいる時は結構やっぱり家族がいるので、なんかね、ちゃんとしなきゃみたいなところがあったんですけどかね、最近本当家を出てね、もう1年以上経つと、こんなに人間ってズボラになっていくんだなぐらいね、結構ズボラになってきております。そして、あ、そうそう、深海のサバイバルの歌を夏は歌わせていただきました。映画館で、はい、東映漫画祭りということでね、本当に東宝アニメーションレコーズでリリースしてるんですけど、東映漫画祭りさんのね曲をまさか歌わせていただける機会があるなんてという感じで、本当にありがたかったです。ありがとうございます。この曲は結構制作期間が短くって、あのお話いただいてからすぐ作って、で、まあ結構すぐレコーディングして、で割とすぐあの映画もあったんで、かなり短いスパンで
いろんなことが起きてね、本当にこんな機会をいただけてありがとうございますという感じでしたね。はい。そしてまあ9月はどら焼きマリトッツォに出会って嬉しかったなっていう感じなんですかね。そして高木さん3期の、告知がね9月にありましたね。そっか、これも9月か。すごいな、なんかまだ2、3ヶ月しか経ってないのか。そしてまあでもみんなでどーもくんの収録があったりとか、あとは久しぶりのライブ配信もあるのでぜひですって書いてあるけど、これ何のライブ、あ、はいはいはい、まあね、また対バンライブもやらせていただいたりとかして、あとは無色転生のアルバムの写真の撮影にね、美しい賀原高原に行かせていただいたりとかしましたね。本当今年は去年あんまりいろんなところに行けなかった分、お仕事でかなりいろんな地方に行かせていただきました。そしてヤマハ吹奏楽団さんのファミリーコンサートに10月出させていただきましたね。本当にご縁があってやらせていただけてね、本当にありがとうございますという気持ちです。そして無色転生2クール目も始まりまして、9月ぐらいかな。でまあいろんなオープニングを曲聴いていただいて、あとはエンディングもね変わったりなどして、本当にたくさんの曲を聴いてもらえたんじゃないかなと思っております。そしてゴニョゴニョラララその2と、ゆいちるの公開生配信イベントをやらせていただきました。記憶にまだ新しいですね、11月かな。はい、ね、皆さんにね近くでまた会えて、そこを皮切りにまた忘れない歌ツアーが始まりまして、本当に久しぶりにね名古屋に行けたり、大阪に行ったり、福岡に行ったり、そしてその各地で皆さんにお会いできて本当にありがとうございますという気持ちで歌わせていただきましたね。まだ記憶に新しいですけど、もう1ヶ月経ったんだ、早いっていう気持ちですね。楽しかったな、戻りたいな本当にありがとうございました。初めてこんなに長い時間家を空けたなっていうね気持ちが、はい、覚えてますね。懐かしい。そして無色転生の生配信だったりとか、まあまあ最近の話になりますね。うん、もう最近は、まあ、イベントリリースイベントが、まあ、まだ私今これ収録してる時まだなんですけど、まああったりとか、まあ、どーもくんがあったりとか、そして本当ファイナルに向けてのリハーサルがあったりとかで結構ドタバタとしておりますけども、まあ、これが終われば年末ということで、わあ、いっぱい寝ていっぱいゴロゴロしていっぱい美味しいものを食べたいと思っております。でも2021年本当にたくさんの方に曲を聴いてもらえたり、たくさんの曲をいつも応援してくださってる方に届けられたりとかね、いい一年だったなと思っております。そして改めて出会いって大切だなというふうに思っていられた一年でした。昔にお世話になった方からのね、お声かけいただいてお仕事があったりとか、本当そういうこととかね、まあもともとシンガーソングライター始めた時も、まあ右も左も分かんない中で、聞きに来てくださった方が、こういろんなイベンターさんを紹介してくださったりとかで、ね、ライブハウス知ってそこでライブしてっていうのがかなりつながって、ずっとつながってつながってやらせてもらっているので、活動を始めて10年かなのね節目の年だったと思うんですけども、本当にずっとそこから応援してくださってる方とかね、もうね2年も3年もね1年も最近応援してくださってる方も、もう本当に優しい、心の優しい方たちばかりで、本当に支えられて生きているなと感じる一年でございましたね。無色転生化してくださった方も温かいコメントをいただいてね、本当にありがとうございますっていう気持ちでいっぱいの一年で、なんかね思い出すと泣きそうになってしまうんですけども、はい、本当に
ね、思い出すといっぱいいろんなことがあった一年でしたね。うん、去年2020年が不甲斐ないようなね気持ちで生きていた一年だったので、その分すごい楽しいことがたくさんあった一年でございました。来年もね頑張りたいと思っております。はい、そしていただいているメッセージを見たいと思います。すごい長くなっちゃった。はい、ということで、ラジオネームスージーさんからいただいております。ありがとうございます。からかい上手の高木さん3期 PV 第2弾を見ました。ゆいこりの歌う主題歌まっすぐ、高木さんの世界観を表すような直球なタイトルと1期や2期を踏襲したゆいこりの爽やかな歌声に期待が高まりすぎて、放送今か今かと待ちわびています。ゆいこりの歌詞は言わないけどねや0センチメートルの時もそうでしたが、いつも作品の想像を何倍にも膨らませてくれるので、フルバージョンを聴ける日が来るのを楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。まっすぐ、またあのね、言わないけどねとかね、0センチメートルっていう曲があってのこのまっすぐっていう曲だなって私も思ってますので、加味してあのアニメを楽しみに、そして一緒にこの曲を聴いて、あー今日のこのシーン良かったなとかね、思ってもらえたらなと思っておりますので、ぜひまっすぐ楽しみにしてもらえたらなと思います。ありがとうございます。嬉しいですね。はい、あとは、10年目なんでやねんさんからいただきました。地元で一日署長やられたんですね。すごい。イメージだと朝礼で訓示したり、駅前で啓発チラシを配ったりとかなんですが、実際の活動はどんな感じだったんですか？制服もよく似合って素敵でしたよ、といただいております。ありがとうございます。そうですね、実は、警察署にはね、まだ、お邪魔できていなくて、まあ、いろいろコロナ禍とかもあって、ネットで配信、ネットを通して皆さんにこう、一日署長をやらせていただいて、そして、まあ、飲酒運転をね、撲滅できたらいいなというね、気持ちで、はい、やらせていただきましたので、特に何かこう、活動したっていうわけではないんですけども、広く、そういう活動があり、そして、こういうことをしちゃいけないよっていうことをね、改めて感じてもらえたらいいなと思うばかりで、ご一緒に船橋東警察署班とやらせていただきました。はい、なのでまたね、何かそういう活動もね、もしお呼びいただけたらできたらいいなと思っております。地元のためにも、そしてね、私は個人的にはすごくね、交通ルールとかね、結構ね守ってほしいなとか、自分でもね守りたいなっていう気持ちが強いので、はい、そういうことね、またお仕事としてねやらせていただけて、うんね、楽しいというかね、ありがたいなと思っておりますので、はい、またね何かできたらいいなと思っております。ありがとうございます。はい、そして来年も引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。さて、続いてのコーナーはマイフェイバリットリターンズということで、こちらのコーナーでは私が最近食べて美味しかったもの、作ってみた料理などを写真とともにご紹介させていただきます。今回紹介させていただくのはトラヤの羊羹です。はい、こちらは、赤坂にあるトラヤのお店で食べました。ずっとね行ってみたいなと思っていた場所で、なんか最近ね、また通った時に、あ、そうだ、ここ行きたいんだったと思い出して行ってきました。光さすっていうね羊羹がありまして、こちらの羊羹確か1月下旬までだかな、なんかなくなり次第終了なんですけども、とっても美味しい羊羹でした。そしてね、見た目もとても可愛くて、さすがね、これから寅年になるのでね、ぜひもし年の瀬のお菓子何かないっていう方は、トラヤさんで羊羹を買ってみるのはいかがでしょうか。とても美味しかったです。はい、そして皆さんからのメッセージもいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム43式なんたらかんたらさんからいただきました。
ありがとうございます。松崎しげる御用達という洋菓子店で買ったチョコレートケーキ、外側にかかっているチョコがまた濃厚で甘すぎず苦すぎず、チョコ好きとしてはたまらないです。買ったのは12月前半ですが、もうクリスマス風に飾り付けられていました。おー、おいしそう。へー、松崎しげるさんが御用達のお店なんですね。じゃあ調べれば出てくるのかな。チョコレート大好きなので、この真っ黒いチョコレートケーキぜひ食べたいです。おいしそう、いいな。もうね、大好きですチョコ。ラジオネーム星をたどりたいジャイアンさんからいただきました。山梨の吉田うどんを食べに行ってきました。三浦うどんの肉うどんです。すごくコシのあるうどんでした。ちなみに肉は馬肉です。馬だけにうまい笑いありがとうございますまさかここでね、親父ギャグが来ると思わなかったですけど、ありがとうございます。いいですね。最近ね、小麦粉のね、食べ物ね、食べ過ぎちゃってね、飯テロされるかなと思ったんですけど、あ、うどんだっていう気持ちで見てました。でもね、馬肉だけに馬だけにうまいっていうのに結構ちょっとグッときましたね。ありがとうございますえ、うどんだけ食べに行ったのかな。そんなことないですよね、出張とかかな。ありがとうございます。あ、この音が鳴ったということで、ここからは大原ゆい子が弾き語りをするコーナー、ゆい子守歌です。大原ゆい子が演奏したい曲、そして皆さんからのリクエストにもお答えしていこうと思います。今回は私が演奏したい曲をお送りします。クリスマスということで、この曲を歌おうかなと思っております。倉木麻衣さんのウィンターベルをカバーさせていただきたいと思います。これなんかどっかで歌ったかな？久しぶりに歌う気がするけど、はい、クリスマスなんでね、ちょっとクリスマスっぽい曲を聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。ウィンターベル。聴きいただいたのは倉木麻衣さんのカバーでウィンターベルでした。こちらのコーナーでは皆さんからのリクエストをお待ちしています。曲名とアーティスト名を書いてぜひメールで送ってください。曲に関する思い出などもぜひ教えてください。皆さんからのリクエストお待ちしています。大原ゆい子のチルアウトラジオ、そろそろお別れの時間となりました。早い。は
早いのか、なんか早なしすぎましたが、はい、最後に大原ゆい子からのお知らせです。テレビアニメ無職転生異世界行ったら本気出す、オープニングエンディングテーマソング、遠くの困りの歌、祈りの歌、継承の歌、目覚めの歌、旅人の歌、そしてエンディングテーマの風と行く道オンリーは現在配信中です。そしてあの CD もリリースされました。無職転生テーマソングコレクションということで、アルバムもよろしくお願いします。そしてライブツアー忘れない歌はラストとなる東京が明日12月26日に、はい、行われます。心よりお待ちしています。寒いと思うのでぜひあったかくしてきてください。下北沢ですので間違いなく下北沢駅で降りてくださいね。そしてテレビアニメ無職転生異世界行ったら本気出すのアニメは配信をしておりますので、ぜひ配信でも見てみてください。あとは来月ですね、1月から放送のテレビアニメからかい上手の高木さん第3期オープニングテーマまっすぐも先日公開された PV でお聞きいただけます。そして映画化も決定しています。アニメも映画もお楽しみにです。私も楽しみです。そしてみんなでどんもく、毎月第1日曜日朝7時25分から E テレにて放送です。1月はリトルグリーモンスターさんがゲストでいらっしゃってます。ぜひぜひ見てみてください。あとはオープニングを歌わせていただいている花かっぱも平日毎日放送してますので、ぜひぜひ見てください。あと大原ゆい子の好きな靴下の種類は、最近はユニクロのヒートテック靴下がお気に入りです。でも、スニーカーソックスを仕事で履くことが多かったりするんですけど、その場合は足袋の形になってる親指とセパレートされてるやつが好きですね。あれだとね脱げないんですよ。なのでぜひおすすめです。あのアマゾンで売ってる旅ソックスみたいなやつね、あれかなりいいのでぜひぜひ履いてくださいなど個人的な告知はすべて大原ゆい子の公式ホームページをチェックしてください。ツイッター、インスタグラムもやっています。いずれも大原ゆい子で検索してみてください。そして番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはyuichiru.radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合はハッシュタグゆいちるをつけてつぶやいてください。あとこの番組はアーカイブとして過去の配信も残ってますので、皆さんのお好きな時間に何回でもお聞きいただけます。ぜひたくさん聞いてください。今回の放送で2021年の最後の放送になってしまいましたが、今年も本当にありがとうございました。きっと聞いてくださってる方はかなり応援してくださっている方なんじゃないかなと思うんですけどもね、私はもう皆さんのことを家族のように感じておりますので、絶対に体など壊さぬよう、そしてね、帰省とかすられる方は運転とか、あとはね交通とかもね、まあ、いろんな危険がこの世には張り巡らされてますので、体に気をつけて、そして外歩く時も気をつけて、ぜひ体を大事にお過ごししてください。そして2022年も元気にまた皆さんと一緒に過ごせたらいいなと思っております。はい、なので2022年寅年も大原ゆい子なりどうぞよろしくお願いします。そしてチルアウトラジオもよろしくお願いします。大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる、また来年この時間にお会いしましょう。そして1月1日の放送はお休みになりますので、そのまた来週になります。ここまでのお相手は大原ゆい子でした。皆さん良いお年を。バイバイ。明日ライブ来る方はお待ちしています。気をつけてね。バイバイ。